イメラジオ第3704回、今日は令和4年5月23日月曜日です。時刻は午後4時、横浜港北、月曜の午後ですね。今日は朝早く、なんと朝の3時ごろ起きて、普段よりもなんか全てが早く進んでいるので、まあ、もちろんオンラインの授業は決まった時刻なんですけど、緑道を走りに行く時間も前倒しとなり、ですから夢ラジオの放送午後4時です。普段6時とかそんな時刻にやってるんですけどね、5時半とか。早起きするのはいいことです。さて、3704回目、今回はスイス航空111便取り上げます。スイス航空111便電気系統から出荷。1998年ですから、もう24年前の話になりますが、スイス航空、今はもうこの航空会社はありません。スイス航空という飛行機を飛ばす航空会社、9月2日秋の頃かな、夏が終わって秋の頃で、ニューヨークからスイスのジュネーブまでの定期便、しかもね、ニューヨークを午後8時過ぎに飛んで離陸して、でジュネーブにはだから朝早く5時か6時に着くという、そういう便だと思われます。でもう飛行機の中で睡眠をとって、で飛行機で朝ごはんも出してくれるでしょうから、それ食べて、でその日はもうビジネスするっていう、そんな飛行機だったんでしょうね。夜の便です。飛行機の機体はね、 DS11 っていうエンジンが3つ、そして機体の後ろの方にエンジンがあるという、あの特徴的な機体ですよね、あの DS11。 人が結構乗っていましたね。乗員乗客合わせて230名ほどが乗ってたこの飛行機が、帝国通りにニューヨークの空港を離陸して、で50分ほど経った頃ってことは、まだあのカナダ沿岸なんですね。そのカナダ沿岸で事故は起きたんですよ。でコックピットに異臭がすると、異臭ってなんか燃えてるような匂いですね。でまあエアコンから、つまり空調システムから匂いがするってことはあるじゃないですか。で機長もそれだろうと判断して、客室乗務員に閉めさせたわけですね、そのエアコンの通風口を。それでなんとかなんのかなと思ったら、今度は明らかにこの煙がコックピットにも漂っていた。だからその煙といい、さっきの燃えている、つまり燃えてたんですね、燃えている匂いといい、コックピットに近いところ、つまり機体前方の天井部分から、でこれはまずいっていうんで、即座に管制官に連絡を取って、それでアメリカへ戻ろうとしたらしいんですけど、一番近い飛行場がカナダにあるから、で100キロほど手前で、で航空機で100キロっていうと、そうですね、まあ10分かかるかかからないか、10分か15分ぐらいでまあ行きますから、そこに、けれどもともと長距離フライトですから燃料満タンに積んでる。
だその燃料をね、投棄しなきゃいけない、燃料満タンで着陸しちゃいけない、燃料超過でね、燃料超過でまだ全然飛んでないから燃料使ってない、その状態で着陸しちゃいけないっていう、まあこれもパイロットのイロハですよね。あと客室に向けてシートベルトしろとか、なんやらかんやらのアナウンスしなきゃいけない。ほいで高度もまだ高いですから、つまりそんな近い空港に降りることを想定して今まで飛んでないので、だから旋回しながらね、旋回しながらゆっくり高度も落とさなきゃいけないっていうんで、そして飛行機の油ってどこにでも落としていいってわけではありませんから、落としていい空域まで誘導してもらってね、管制官に。だから時間は空飛してるんですよ。しょうがないといえばしょうがないんですが。で、そうこうしているうちにその煙がますますひどくなるどころか炎が見えてきたっていうんだから、なんかもうびっくりしますよね。上の方です。エグゼクティブクラスの人たちが乗る前方の方で、そのもっと前にコックピットがあるでしょう。そのコックピットのちょっと後ろ、エグゼクティブクラスの人たちの席の上あたりから煙も出たら炎も見え始めてと。で、ここで機長がキャビンの、つまり客室の空気の流れを切ってる、ファンを切ってるわけなんですよ。これはね、マニュアルとしては正しいんですけど、こうすることによって空気の流れが止まっちゃったので、機内で。ですから炎が余計一箇所で、つまり出火元でぼーっとこう燃えることになり、もう手がつけられなくなった。ですから機長はですね、副機長に操縦任せて、自分はコックピットから出て、出火元まで行って消そうとしたようなんですけど、こんな機長が消せるわけない、消火のプロでもないしね。で、客室乗務員はなおさら無理ですよ。で、本当にまずいということで、最初はね、管制官にもそんなに切羽詰まったそういう更新ではなかったんですが、だんだんとこれはまずいぞっていうことで、もう機長どっか行っちゃってますから、副機長が更新してるわけですね、管制塔と。けれどその管制官とのやり取りも墜落の6分ぐらい前で途切れてるんですよ。つまり電気系統が落ちちゃって、ですからもうボイスレコーダーもそこでストップ、フライトレコーダーもそこでストップ、トランスポンダーももう効かなくなった。ってことは当然コックピットの画面だって消えたはずなので、だからもうパイロットはもうで夜なわけでしょ今は。ですからもうどうしようもなかったはずなんですよ。で、カナダ沖に海面に墜落で、こんなね、墜落の仕方したら生存者は出るはずなくて、230名が犠牲になりました。24年前のことですね、スイス航空の。で、そのなんで炎が出るんだと、なんで煙が出るんだと、その屋根から。ちょうどここにですね、この頃スイス航空が DS-11 で導入していたエンターテイメント用の配線があったんですよ。エンターテイメント用の電気配線がここにあった。で、この電気配線、これがあることによってエグゼクティブクラスでね、主にエグゼクティブクラスで大きな映画が見れるとか、インターネットも使えるとか、ゲームもできるっていう、まああってもなくてもいいようなサービスでも、まあありゃ人気も出るかなっていう、それを導入したばっかりだったんですよ。で、そのエンターテインメントのための配線、つまり電気系統から出火したんですね。この出火した理由っていうのは、まあ、よくはわからないんですけど、放電したというふうに記録には書いてありますよね。放電した。ですからまあババッとこう電気が配線から出て、
そしてそれが周囲に燃え移って、ただ普通燃え移らない材質でできてるはずなんですけどね、こういうのって。だからここは私も分かりません。そもそも電線なんか断熱材で、あと燃えない材質で作ってるはずなのに、放電がそこで起きるというのがまず奇妙だし、で起きた後それで炎となって広がるというのも変ですよね。ただその電気系統がこれで切れたから、あれ油圧が消えてもですね、油圧が切れてももう操縦ができなくなるけど、で電気系統が切れたってやっぱりそれはアウトなんですよ。もう飛行機は電気でやっぱり飛んでるので、その電源がなくなったら、それこそさっき言ったね、機内の明かりは消えるし、コックピットのパネルだってもう見えなくなるし、もうどうしようもなかったでしょう。最後は機長だけの操縦で、で墜落6分前にはもうボイスレコーダーも途切れてるんですが、その墜落1分前まではね、機長は機体を操縦していたっていうのが飛行機の挙動から分かってはいるんですね。だから副機長なりにもう機長は帰ってこないから、さっきの火消しに行ったまま機長だけで飛ばしてたんですけど、副機長だけで飛ばしてたんですけど、それももうね、結局周り見えない、そしてコックピットのパネルも消えたっていうんで、どうやって操縦するんだと目くら操縦になっちゃってるわけですよ。この機体はね、水深60メートルぐらいのところにこう沈んだんですけど、それを全部浚渫船を使ってね、浚渫船を使ってもう泥と一緒に全部引き上げて、それで木組み作って、そして元の機体と同じような形に復元したようですよ。これできたようですよ。これがまた木組みを作って元の機体と同じ大きさので、そこに上がってきたその機体をこう乗っけていって、貼り合わせていって、でそのことによってその上がってきた機体の残骸から、さっきからお話している出火元がコックピットすぐ後ろの屋根、そこの電気配線にあった、これが分かってきました。そこの燃え方が一番激しかったんですね。スイス航空111便、スイス航空はね、この事故で大きな打撃受け、もうお客さん乗らなくなるし、賠償が発生してくるし、そしてさっきのダグラス社ですよね、飛行機作ったダグラス社にももちろんこれは賠償が発生したでしょう。その後21世紀に入って9.11もあり、もう飛行機にお客さんが全然乗らなくなったというのが最後の打撃で、スイス航空は破産、もう今この航空会社はありません。夢ラジオ第3704回、今回はスイス航空111便電気系統から出火、ありがとうございました。